絹さんの容態についてですが、うん、意識がなくあまり芳しくありません。僻地ということもあり、うん、当院では満足な検査もできませんし、うん、現状は証拠を保っていますので。なんでちょくちょく難しい言葉が出てくるんだ。しますが、やらしいな。そうですか、舐めてるな。ミナト、お前は一足先にキヌさんの家に行って絵を渡しておこう。キヌさんが持っていたものだ。一人で？私はキヌさんの店員を。待って待って、これもうずっとこうやって映画のごとく見ていたいんだが、僕がプレイする間もなく、もしかして僕これ降りなきゃいけない？僕が降りなきゃいけない？降ろされる？降ろされちゃうの？これ自分の足で歩けってこと？自分の足で歩かないと無理ってこと？うわ、いいなー。いいけど僕マジでさ、こういうところにいるとちょっとヤマンバ的なやつが出てくるんじゃないかって、すごい入りたくないかもしんない。どうしよう、だってさ、これビビらされてさ、こっちの田んぼに行ったらさ、多分崖から落ちて死ぬんよ。うわ、やだなー。土地の人は多分物知っとるけど、僕たちは殺されてしまうんよ。あれ、これちょっと、あれ、これじゃない？ほら、目がみんな捕まってるゲーム。知らない。知らない、こんなゲーム。おばあちゃん嫌い、もう帰る。このゲーム難しい、返して僕の全財産。あ、割に合わない。もっと欲しい。10円ちょうだい。おばあちゃんもう帰りたい。おばあちゃん家から帰りたい。猫。猫がいたら帰りたくなくなるかもしんない。やだー！おばあちゃん。ここパソコンある？Wi-Fi 通ってないんじゃない？山だし。うわ、めっちゃ美人。母さん、お母さん美人すぎない？お母さん中入ってない？行くな！あー、マジ？お母さんです。すっかり日が暮れたな。とりあえず明かりをつけるか。ドライブへと繰り出そう。僕この部屋からもう出れない。一生ここにいようよ。お父ちゃんが車で。人生は、うわ、やだ、レトロになっちゃった。やだ、ちょっともう、やだ、ちょっともう。玄関の方だ。父さんか。絶対違う、絶対違う、絶対違う、絶対違うよ。絶対違うよ。絶対、絶対違うもん。絶対違うもん。絶対。本当に？違う？違う？パパー。どうにも厄介なことになってきた。はあ。先ほどまで警察と話をしていたんだよ。はあ、なんで？キヌさんが倒れた原因が病気や事故ではないかもしれないということだ。店員先の医者がキヌさんの首に絞められたような跡を見つけてな。ダディ、次は僕の番かもしれない。それじゃ、ダディ、あの人は誰かに襲われたせいで。もしかして僕も。まだそうと決まったわけじゃない。ダディ、
決まったわけじゃないが。だって用心するに越したことはないだろう。玄関の前には鶏の首が残ってたんですよ。湊人、一人で大丈夫か？全然ダメ。当たり前だろ。子供じゃあるまいし。全然子供。そうか。湊人。気をつけなさい。お願い。おやすみ、父さん。死んじゃう。おい、湊人。子供だよ。喉が渇いた。いや、全然渇かん。水でも飲もう。いや、自販機に行こう。外の自販機に行こう。お願い。もうここで死んだら僕知らない。もうこの飲み水、本当にもうごくごくしてる。いやー、そこで開けてないです。すいません。今のは一回死んどく。どうせ見に行けって言うんでしょ。僕は今から死にます。僕は死ぬんだ。もう死ぬって分かっている人生、もう一生すがすがしい。オッケー、これからあいつに殺されるんだ。僕は死ぬんだ。ああ、僕は鶏なんだ。僕は鶏なんだ。何かいた。僕は人間なんだ。僕は人間なんだ。首は外れるんだ。人間だから。つまり死ぬんだ。あ、鶏と結局一緒だ。あ、死ぬんだ。おい、見えんけど。こっからどうする。ああ、いるんだ。わかるわ、いるって。どうしよう。待って、めっちゃわかった。めっちゃ可愛いアイドルだと思う、彼女のこと。めっちゃ可愛いアイドル。あの子は本当に可愛い。もう目が合わせらんないぐらい、もうすんごいアイドルなんだけど、見つかっちゃったら逆に通報されちゃうかもしれないから、こっそり見ときたい。そう。そうなの。僕は別に悪いファンじゃない。悪いファンじゃないの。近づいたら僕は逆に死んじゃうから、そういうこと。そう。めっちゃ可愛い。僕がどっちかっていうとストーカーをしてる側。そうなの。ごめんね。食べよう。あったかいうちに食べよう。うますぎる。おい、隠れてんやぞ僕は。うますぎる。卵の力で外に出れそう。やばい、卵の匂いに釣られたって。あいつ食べたいって言ってるよ。頼む。あ、じいじ、今までありがとうございました。死にます。はい、もしもし、僕今から死にます。かわいい。私って綺麗？あ、綺麗です、とても。ありがとうございました。いや、モンスターハンターみたいじゃん。もう、え、そういうタイプ？バレない？あ、こういうタイプ？
おい武器くれよ、武器あったら勝てるってあんな、どうしておばあちゃん家に銃はないんだ、避難銃くれ。話を聞いた日の夜は怖くて眠れなかった。くそ、来るんだい。やべ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 。僕からゲームを奪わないで。僕からゲームを奪わないで、おばあちゃん。I'm cute. Don't touch me. ばあちゃん。アイドルなんかじゃない、おばあちゃんだったらゲームしよう。ここ難しすぎる。このゲーム嫌い。おばあちゃん。うわあ。この一球に込める。おばあちゃんの隠したやつ全部ゲームの中入れといてよ、僕偉い。いやなんか面白かったな、初め怖くし結構長くて、普段やるホラーゲームよりも久々にめちゃめちゃ、歌めちゃめちゃいいな。そうやりきれるかめちゃめちゃ不安だったけど、5時間は久々にめっちゃやった。久々に深夜こんなにやったの久々だ。うん、見てくれてありがとう。一緒に